はい。みなさん、こんにちは。こんばんは。じじさんです。今日は2020年の6月6日土曜日。ただいまね、これ撮影しているのは夜のね、えー、もう11時15分を回ったところでね、もういつもならじじさんね、もう寝る時間なんだけども、今日も寝る前にネットサーフィンをしててね、ちょっとまたあのクラウドファンディングの方で、えー、ちょっと気になるやつを見つけたんでご紹介したいと思います。ちょっとね、今あの、 最近暑いでしょ、夜ね。だから今ちょっと、あの、エアコン入れてるんで、もしかしたらそのエアコンの音とかがね、やかましい音が入ってるかもしれませんけども、ご容赦ください。はい。で、ちょっとね、あの、もう、だいぶ夜もね、遅いんでえ、ちょっとね、今日は声がね、ちっちゃめで喋、えー、っておりますけども、えっ、ーえー、とね、クラウドファンディングね、幕開け。もう幕開けって結構有名なね、クラウドファンディングですけども、すでにもうプロジェクトが始まってるね、 えー、その、プロダクトになります。えー、ちょっとね、その、幕開けのサイトの方を見ていきたいんですけども、はい、これがね、えー、そのページになります。えー、4way スマホスタンドということでね、 えー、こんな感じで。まあ、あの、もう、この絵を見るとね、あ、なんかこんな商品見たことあるわっていう方もいらっしゃると思いますけどもね。なんかま、あの、シャッターグリップっていうとなんか商標になってるかもしれませんけどもね。うん、まあそんな感じのものですね。はい。えー、まあ重さがわずか 53g ということで、まあこういったやつはね、えー、主に、まあスマートフォンにアプリを入れて、 るとかね、スマートフォンとの Bluetooth 連携で使うというのが多いですけども、Bluetooth 連動という形になってます。それから三脚モード対応ということでね、三脚モードって書いてますけど、要はまあ、 あの、三脚を取り付けれる、要はネジがね、えー、ありますよということですね。はい、えー、もうプロジェクトの方はね、だいぶ進んでおりまして、えー、今日現在で残り22日ということです。はい、えー、それではちょっとね、サイトの方を、中身を見ていきたいんですけども。 はい、えー、ストーリーということでね、シンプルなデザインで、えー、軽いということでね、先ほど言いましたように5 3ムね、いつでもどこでもかさばらないと。それから、Bluetooth 付きでって、まあ、付きでって書いてますけどね、これで大体 Bluetooth と連動しないと動かないんでね、えー、Bluetooth 付きでっていう、なんか日本語もおかしいんだけども、えー、持ち歩き、えー、持ちやすくかな、持ちやすく、写真も動画も簡単プッシュ、ね、専用アプリのダウンロード不要ということで、あ、これはね、専用アプリ いいいらないらなしいですねもう Bluetooth だけつな、えーまあ、げば、えー、すぐに使えるという商品になってるみたいですね。それから縦にも横にもね置いても持っても立てても使い方4種類以上ということです。はい。まあ三た固定棒って書いてるけどね、これはまあ三脚のことですね。面白いね、これね、中国の製品ですよね、これね。はい。 で、えー、4A スマホスタンドとはということで、まあ最近のスマートフォンは大きくてね、両手でないと撮影ができない。まあ、できないことはないけど、しにくいってね、いう感じですかね。で、片手で撮影すると、まあ落としそうで手ぶれが心配ということで、まあ、中にはジンバル使うんでいらないっていう人もいるけどね。まあ、あのジンバルはあまり苦手で持たないっていう人にはこういうのはいいかもしれないね。で、こんな悩みはありませんかということで、まあ今回ご紹介するこの商品はということでね。 えー、特徴が書いてますね。固定スタンドなしで持って撮影ね。固定スタンドなしで縦にも横にも立ててしちゃうとね。ね見れますよと、えー。固定スタンドありでね。もちろん持って撮影と。それから固定スタンドありで縦にも横にも立ててしちゃうということでね。はい。こんな感じでね。えーまあ なんていうのえー、例がね、出てますけども。まあ、主にね、パッと見て、シャッターグリップの部分が、まあ、あの、スタンドにもなりますよということで、縦にも横にもということでね、えー、通常の横の使い方でも、えー、ポコンと付、えー、けたままね、縦にしても、まあ、使えますよというようなね、えー、そんな感じです。ね。で、三脚ネジが切ってあるのでね、取り付けると、まあ、てても、ね、 えそのまま三脚を開けてもみたいなね。まあ、こんな感じですよね。縦で使うときね。グリップのところがね、えー、結構大きいんでね、どっしりとね、えー、立てれますよということです。 はい。えー、嬉しいポイントはということでね。えー、何度もこれね、あの、大事なんで言ってるんですね。これ、わずか 53g でえらい強調しますね。はい。シンプルで取り外しが簡単と、いつでもどこでもかさばらないね。写真やビデオも撮りやすい。スタンドがあれば、オート写真も撮れるよということで、縦に、横に置いて、持って立てて、使い方は4種類以上、えらい強調しますね。 で、またここも言ってますよね。Bluetooth 月でねえ。写真も動画も簡単ポジシンでね、うん。Bluetooth がないと使えないんだからね。月でっていうのもおかしいよね。えー、誰か日本語を直してあげてほしいよね。はい。で、えー、まあこんな感じでね。えー、まあ、グリップのところにね。 上に、まあ、カメラと一緒だね、シャッターがね、ついてて、それをプチッと押すと、まあ、写真がね、簡単に撮れるし、動画の録画ボタンにもなってますよということで、まあ、女性の方がこんな感じで持ってね、女性でも簡単に使えますよというような感じですよね。 まあ軽いデザインをね、まあ、あの、何度も何度もここでね、言ってますけど、まあ、これは、あの、卵と天秤にかけてもね、うん、同じぐらいですよ、みたいなね、ことを強調してます。まあ、それぐらい軽いんですよ、ということですね。で、えっと、ま、ここにね、書いてますけどね、電話かけるときは携帯本体だけがいい、などの場合は簡単に取り外せますということで、まあ、ここがね、えー、グリップの横っちょがね、 えー、ビーンとこうバネ仕掛けになっててね、スマホをここにビッとね、ホルダーで挟めるようになってるっていね。で、だからま簡単につけて簡単に外せるんでね、スマホだけで使いたいときはね、ビーンとこう簡単に撮れますよということで、まあ、あ4つ示してあるのはね、あえてあの、空張りが4つありますよというのもね、ここで、えー、まあ強調したかったんでしょう。はい。で、まあ写真もビデオも撮りやすいということでね、まあこんな感じで、 絵が出ております。まあ三脚もつけれますよということでね。こうやって固定もできますよと。まあこの写真も何度も出てきますよね。でまあここでもまた言ってますね。Bluetooth 付きでってね。これ Bluetooth 付きでじゃないんだよね。うーん。Bluetooth で接続してということで。まあ、あの専用アプリがいらないんでね。 え、まあ、通信だけ繋げればね、えー、スマートフォンと連動できますよということです。はい。で、まあ、今回のこの 4A スマホスタンドのね、概要があります。えー、先ほども、えー、ね、写真でありましたけどもね、えー、カラバリはあー、ブラック、ホワイト、ピンク、ブラウンということで、これブラウンなんだね。ちょっとごめんなさいね、戻るけど、これブラウンなんだね、これね。ね、こう、ボディはなんかグレーだけど、ここがブラウンなんだね。うん、意外だったね。 では、まあ、重さは 53g でえ、大きさは縦が8 3 2センチね。細かいね、8 3 2センチね。横が 7cm で、奥行きが3 3センチということで、まあ、材質は ABS とシリコンの組み合わせで、えー、これ、まあ、あの、電池がね、いりますね。3ボルトの電池ね。で、バッテリーは、 7 5 m ワ、ah、ーということで、まあバッテリーがちっちゃいみたいな感じで見えますけども、これ充電式じゃなくてね、これあの電池なんだね、ボタン電池なんだね。うん。でまあ外観寸法がちょっと見にくいですけどね、こんな風に書かれております。まあ結構ね、ちょっとずんぐりむっくりしたね。 え、形のグリップになっておりますね。で三脚モード対応ということで、えーまあ、通常の4分の1のネジがね、この下のところに、まあ、開けてあるんでね、そこにくるくるっとねじ込めれば使えますよということですね。 はい。で、まあ、長時間待機自動で節電ということですけども、ここのね、えー、シャッターのボタンのところがこう取り外せてね、えー、裏を返すとここにボタン電池が入ってますよということですね。えー、使用するのは CR2016 ボタン電池ということなんで、まあ、コンビニとかね、スーパーとかね、まあ、電池コーナーにだいたいぶら下がってるね、えー、電池ですね。 はい。大容量の 90mAh 90って書いてますね。ああ、90mAh って書いてるけど、さっきのここのバッテリー容量が 75mAh ってこれどういうことだったんだろうね。いまいちちょっとよくわかんないよね。 で、マルチデバイスということで、持ち運びに便利なあス、えー、ステント設計。どういうことステント設計、えー。対応スマートフォンは2.4から3.4インチなので、えー、55から85ミリの幅のものが使えますよということですね。うん、何なんでしょうね、このね、スマホね。うん、まあ、いろいろ出てますね。 はい。で、えっ、ー、と、これはあれかな専用の三股固定棒って書いてあるけども、これミニ三脚だよね。で、これはブラック、ホワイト、ピンクし,かな,しかなくて、えー、本体の方はなんかブラウンってもう一緒かったよね。でもこれ三種類しかないんだよね。だからブラウン買う人は、えー、ブラックかなんか使うのがいいのかもしれないね。うん、で、まあ、設定方法とか書いてあるけど、ね。えー、まあ、くるくる回して5秒で装着ってね。まあまあ、 急げばもっと早くつけれるのかもしれないけどね。うん。あ、ほんで、これが、ここにね、え、Bluetooth 繋いだらね、えー、スタンドとスイッチを押したら3秒長押しで使えますよ、ということでね。うん。で、まあね、ここがね、ちょっと大事なところになってくるんだけど、証明書ということで、FCCCE ね、ロハスね、BQBKC ね、え、SRRC いうことで、まあ、ここにね、サティフィケーションだよね、こう、証明書あるけど、えー、注意してほしいのは、これ FCC っていう、これ、米国のね、連邦通信委員のことだよね。C はこれヨーロッパでしょ。ね。で、あれがないね。国内の議的のテレックが書かれてないよね。だから、あの、これね、ちょっと投資される方はね、非常に気をつけてください。ね。まあ、あの、テレックね、議的って が通ってないからって、どういうこと、あの別にあの、なんか捕まるとかね、そんなことはないですけど、まあ一応ね、 えー、日本にはね、法律というのがあってね。まあ、あまり議的のこと言うとね、ギャーギャーうるさい人もね、出てくるからね。あんまじじさん言わないですけど。えー、ここで、えー、大事なのは、えー、この、情報をベースで信じると、今ね、これ、議的が通ってないっていうことだよね。うん。だから本当にちょっと議的を気にする人は、あの、気をつけてください。あるいは、このね、プロジェクトのオーナーにね、 え、ちょっと確認するようにしてください。今後ね、えー、的取るね、えー、予定があるのかどうかということでね。で、まあ、プロジェクトの、まあ、あの、いろいろ日程とかバーっと書かれてるんで、まあ、またちょっとね、これ興味ある方、あーね、クラウドファンディング幕開けの方で、 えー、まあ、ちょっとね、えー、詳細見ていただいたらいいと思いますけども。はい、えっ、ー、と、今回のやつはちょっと見ると、えー、4464円ね、投資ということで。うん。これが一番安いやつかな。で、これが、えっ、ー、と、2個、2個欲しいというか7440円なね。うん。で、これが、えっ、ー 三千四3472円。これはあれかなえぇ、ー、は超早割りの30%オフ。一番最初に見たやつはこれは何なのこれはあれだね。10%オフっていうやつなんだね。うん。で、この30%オフ残りゼロになってるんで、これはもう出ちゃったんだね。うん。だから超早割りはもう50人分しかなかったんだね。終わりということでね。 うん、で、その次の20%オフも3966はもう、えー、出ちゃってるんで、今もうあれだね、第3弾ということで、えー、これしかないんだね、今ね。これね、4464円ね。 うん、まあ、これが高いかどうかっていうのは、まあ、いろいろ人の価値観があるから、まあ、ちょっと興味あるっていう人はね、投資してみたらどうでしょうか。でね、えっ、ー、と、じいさんがこのチャンネルでね、以前ご紹介したね、えー、似たようなやつね、インデー5 5でこのシャッターグリップ2っていうやつがね、あるんだけども、 はい、えー。これもね、えーまあ、過去動画とかちょっと見てもらったらいいんですけども、まあこれもちょっと似たようなもんでね、えー、Bluetooth で繋いでね、いろいろお、まあ、あの変形をしてですね、こうやってスタンドモードになってね、えー、使えたりというような感じで、まあこれも基本的にはあの自撮り棒機能があるんで、ちょっとさっきのやつは違うけどね、 うん。まあ、ブルートゥースで繋いで、このシャッターのところがね、こう外れて、えー、押せるとかね、いうのがあるんでね。まあ、こんな感じでね。あのー、似たようなあプロジェクトが、インディエゴ5の方にもありますけども。えー、これもね、ちょっと注目してほしいのは、ここのサティビケーションってあるでしょ。これがまあ、あの、認証なんだよね。で、さっきのね、えー、幕開けの方にあった、あの、フォーウェイスマホスタンドと同じようにね、えー、c ね、 これヨーロッパ。FCC ね。これはアメリカのやつだよね。NCC っていうのはこれ、あの台湾のまあ、あの議的みたいなもんだよね。で、ここにやっぱりね、あの日本の議的のテレクってないんだよね。うん。で、あのこのね、インディエ55のこっちの方のシャタグリップ2の方はね、実はあのジジさんは、あの このプロジェクトオーナーの方にね、今後これあの日本のね、テレクサティビィケーション通すつもりあるかっていうのを聞くと、えー、これはね、どうもなんかあの、今後やっぱり日本にも売りたいからね、あの、議敵は通す予定はあるんだっていう回答をね、だいぶ前にじいさんはこれもらってます。ただあの、これアップデートでここにテレクって書いてないから、まだちょっと議的は通ってないんだよね。ただ、あの、これは議的を通すね、 うん、あの、つもりはあるよっていうのはプロジェクトオーナーから聞いてるんで、もしかしたら、まあ、同じようなことで、えー、日本にもね、これ、まあ、日本語になってるから日本に売るんだろうけどね、うん、もちろん、その、議的を通すっていうのを考えてるんだろうとは思いますけど、まあ、念押しでね、あの、議的のこと気になる方は、えー、このプロジェクトオーナーにね、えー、テレックね、えー、日本の議的を今後ね、うん、あの、確実に、えー、通すね。 予定があるのかどうかっていうのはね聞いてみたらどうかなと思います。はい。まあ、ジジさんはちょっとこれあまり使うね、用事ないんで、投資はしませんけども、はい。あの、興味ある方はちょっとね、うん、まあ、あの投資してみるっていうのと、まあ、あんまり技的をガーッとこう、神経質に考える人はね、うん、ちゃんとプロジェクトのオーナーに確認してからね、投資するというようなね、えー、ことをされた方がいいかと。 いうふうに思います。はい。えー、ということで、まあ、ああの、いろいろね、スマートフォンにつけるようなね、えー、製品ね、えー、まあ、ずっと、あの、なんていうのかな、クラウドファンディングで、ジンバル系のものとか、自撮り棒系のね、話題をずっと伝えてきましたけど、まあ、今日は、ちょっとその、シャッターグリップ的な感じのね、スマートフォンのスタンドということで、まあ、スマホスタンドって書いてあるけど、確実にあれも、あの、 シャッターグリップだよね。うんまあ、シャッッターグリップって言っちゃうと商標に多分なっちゃうんでまあ,あのそういうふうには言えないんだろうけどまああのブルートゥースを使って また、このね、スマホのシャッターを切れる、まあ、グリップ、まあ、シャッターグリップじゃんっていう、難しいな表現が、まあ、そういうね、製品になりますけども、またちょっと、あのね、気になる方、あの、幕開けの方をね、プロジェクトを覗きに行ってみてください。説明、概要欄の方にね、今日ご紹介した幕開けのこの4ー a イスタンあのスマホスタンドと、それがちらっとね、過去動画でもご紹介しました、あインディエ5 g のね、そのシャッターグリップ2のリンクなんかも、 もう説明概要欄の方にね、貼っときますんで、ちょっと興味ある方ね、えー、もうプロジェクトの残りが1ヶ月を切ってますんで、まあ興味ある方ね、早めにちょっと覗きに行ってみてはいかがでしょうか。はい、えー、そんな感じでね、えー、今日ももう寝る前に、えー、またね、うん ああ、じいさん、クラウドファンディング好きだね、ってね、思われるかもしれないですけどね。なんか、なんか気になるよね。なんか新しいもんないかなとか、新しい、こんなことやってないかなってね。どうしてもやっぱ見ちゃうんだよね。うん、寝る前にね、こう、チェックしちゃうんだよね。うん、そうするとやっぱ、あの、気になる、ちょっと、案件があるとね、うん、こうやってあの、寝る前なんだけど、やっぱちょっと動画にしちゃう、してね、えー、寝たいな、というふうにね。 思っちゃう、ねうん、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとあの、ゆるい感じのね、 え、動画ですけども、皆さんよかったらまたね、お付き合いください。ま、ああの、じいさんのね、このチャンネルのようにね、じじライフログということで、まあ、ライフログなんでね、まあ、日記代わりということで、まあ、今日のじいさんの寝る前日記みたいなね、えー、感じで、えー、ま、配信してますので、あんまりその、あの、深く内容にね、あの、踏み込んだようなものはね、あんまりないんですけども、まあ、あの、文章でね、 書くのはじいさん苦手なんでね。えー、まあ、こういった動画という形でね、皆さんにご紹介をしてますんで、またよかったらじいさんのチャンネルに遊びに来てみてください。今日はちょっと遅めのね、ちょっと収録なんで、声がね、トーンが低めになってますけど、よかったらね、また見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また